どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今回はですね、ネットのつながりでも友達はできるものだっていうタイトルで、ちょっとまあ雑談形式でお話ししていこうかなと、思っております。はい。ですね、まあ、友達作りというところで、どうですかね、インターネットの友達ってなんだよと。ちょっと前まではね、まあ僕なんかでもそうかな、そんな希薄なつながりで、それが本当の友達とは言えるんだろうかっていうところでしょうね。まあ一理ある。ね。実際に会ったわけでもないし、まあ特にインターネットだったら、まあ画面を通してね、見るだけで、まあ例えば文字だけのつながり、顔も見えないって、というイメージがあるはありますけど。ただですね、今現在は、このインターネットの発達、例えば動画が普及してる。今やってますよね。YouTube、ツイキャスであったり。あとは、ニコ生もそうなの？そういうね、動画、高速インターネットの普及で動画配信ができるようになった。まあ、これまではまあ文字かな。あとはせいぜい写真でしょうかね。それだけでしか知る由がなかった。まあ、比較的匿名性が高い。本名も顔もわかんない、ものだったけど、今はですね、声が見える、姿が見える。で、文字だけだったらちょっとわかんなかったところが、身振り手振り、ね、こう立体的にこう、そのうちとかね、着てる服とか。まあそういったので、まあその人の人となりを、まあより想像しやすい。実際自分も、例えば、ね、インターネットを閉じて、オフ会、YouTube クリエイターの皆さんとお会いしたとき、思うのは、もう動画そのまんまだなっていう。まあもちろん実際にお会いしてね、お話しすると、動画では見えなかったいろんな部分も見えてくるわけなんですけども。すなわちですね、まあインターネットのつながりだけであったとしても、まあ実際はですね、会いに行ったりできるわけですよね。で、これ、ネットで知り合ったいろんなお友達、素晴らしい友達いますけども、ネットのつながりだけでもね、実際は、本当にですね、尊敬するような素晴らしい友達、たくさんできました。人に自慢できるような素晴らしい人とかね、才能あふれる魅力的な人、もしくは、同じ悩みを抱えている人とか、性別とか年齢とか地位とか、そんなの問わずにね、素晴らしい友達ができるインターネットの世界。まあ、例えばさ、実生活で村八分みたいになっちゃってるってね。例えばこの地域の人とね、近所の人と一人ぼっちにな、うまくいかずにさ、一人ぼっちになったりとか。あとは、友達が一人もいないっていうね。リアルな世界で付き合う人っていうのは、やっぱり、限られてんだよね。つまり目の見えるところ、行ける範囲、その狭い社会の中でしか付き合うことができないけど、インターネットでこうバーッと広く公開することで、まあ公開って言ってもね、個人情報公開はダメだけどね。まあいいですよ。ちょっとハンドルネームでもね、自分っていう、姿をね、見せて、やることでもっと広い人とのつながり、人に見てもらえる。すなわち、狭い社会では自分にフィットする友達っていうのが見つかりにくいけど、インターネットでたくさんの人に見てもらうことで、そのたくさんの中から、その意見とか価値観とか、それからまあ興味持ってもらったり、そういうのが合う友達をより見つけやすい。ふるいにかけるっていうかね。そういうメリットがあるのかなと。まあ、インターネットの世界ね、リスクとか危険とかっていうのはあるけど、実際自分がやってみて感じたのは、そんなことよりもメリットの方が大きいなって思いましたね。まあ、今回はね、まあ、そんな感じで、ネットのつながりでも友達はできるもんだということでお話ししましたけど。マスコミが言ってるような話と現実では随分やってみると違いがあるもんだなっていうのは、実際やってみてね、分かりましたね。